ポン、パワー、講談社により出版された幼児向け教育ビデオ。1994年11月に第1弾が発売され、1998年1月の3年間に渡り完結した。当初はアニメ中心の赤稼とクイズ、勉強中心の白稼に分かれていたが、第25弾以降からはビデオが一つになった。赤稼に収録されているものは、 白稼は、両方は、幼稚園戦隊ゲ、ンキッズポン、パ幼稚園を守る3人の子供戦士が、怪人軍団と戦うヒーローアニメ。収録されているコーナーの中で最も長く続いた。全30話、キャラクターゲ、ンキッズ怪人の手から、ポン、パ幼稚園を守るために覚醒した3人の戦士。3人の必殺技は、トリプルゲ、ンキッズキック、ジャイアントパンダキック、 ゲンキッズの仲間怪人ポン、バイオチエンを狙う、怪人軍団。本作の悪役天天のお友達タビータウンに住む、天天とその友達が繰り広げるコメディアニメ。基本デジタル制作だが一部の回は、セルガとなっている。キャラクターきらめき森のヤンタくんきらめき森に住む、ヤンタとその仲間たちが繰り広げるファンタジーアニメ。全8話。キャラクターマジカル。 魔法魔法の国の生活に飽きた魔法使いの一家が人間界に引っ越して大騒動を繰り広げるミュージカルアニメ。全十に話、6話分を収録した総集編ビデオがある。全話を通してデジタル制作となっている。キャラクター、オズ一家魔法の国に飽きて人間界に引っ越した魔法使いの一家。人間界ではむやみに魔法を使わないようにしている。その他、 ドクターカメカメとある森にある病院でカメの医者と猫耳のアスちゃんが愉快な患者と繰り広げるクレイアニメ。全6話。キャラクターウルルちゃんの数遊びウルルちゃんと一緒に遊びながら数の勉強ができる。ウルルちゃん、イワン君、ポポロちゃんはパペットで表現されている。キャラクターすすめ。プクプク、ゴー空飛ぶ船。プクプクゴーに乗った少年少女が様々な星を探検しながら 様々なクイズに挑戦する。10は、キャラクターランダンイングリッシュ楽しく英語遊びができる。クイズ。メルメルホテルへようこそ、メルメルホテルに住むお化けのバニラが、視聴者に様々なクイズを出題する。キャラクターは CG で表現されている。キャラクター他にも様々なコーナーがあるポン、パクラブ UG ーーさんとポンパくんが子供たちに、おすすめのスポットやおもちゃを紹介するコーナー。 集まれ。探検隊子供たちが、ミクロマシンに乗って様々な場所を探検する。デングリ君従来の映像を逆再生する。デングリ君は、少年と老人の二つの顔を持つ二重人格キャラとなっている。ガルルー動物園動物を紹介するミニコーナー。ナレーションは、長島雄一。総集編ビデオもあり、こちらのナレーションは、小形健一と堀越正美が担当。 もじもじ先生もじもじ先生とひらがなを勉強する。楽しい乗り物図鑑乗り物を紹介するミニコーナー。総集編ビデオもある。ダダダダンスラッキーイケガと愉快なダンスを繰り広げる。途中からピンクレディーのみーちゃんに交代した。ラストは牛乳タイムとなっている。お父さんと一緒お父さんと一緒に工作をしたり遊んだりできる。こんなコイルかなもともとはお母さんと一緒の ミニコーナーであったショートアニメ。映像と音声はすべて同作からの使い回し。ナレーションは現田テッショー不思議の国のウィニー不思議の国に住むウィニーが子供たちを自分の世界へ誘う。ウルトラマンと工作ウルトラマンと工作遊びをする。ひらがなくっちゃ原作さんない、ジョージ。動物や果物など様々な物質が頭文字のポーズや形をしている。ひらがな動物はかるかな 原作は山内ジョージの動物はゆえを動物たちが頭文字のポーズをしている。ありがとうございます。